こんにちはそして DAIGO さんの動画をご覧の皆様もこんにちはそっか塾こうです今回ね DAIGO さんが謝罪を撤回してさらに謝罪をするというところでね、うん、見たくない記事を結構見たのがありましたそして私のところにもメッセージが来たんですけども謝罪に謝罪を重ねてもう完全に無防備である DAIGO さんにここぞとばかりにですね追い打ちをかけて徹底的に叩きのめしてやろうみたいな動きがあってですねいやそれがですね 形だだけの謝罪だとかねもう金を払って賠償しろとかねなんかめちゃくちゃ言い始めた人がいるなと思いましてねそれはそれで何でしょうねなんか DAIGO さんに鬱憤を何かで叩きつけたいのかなと思って、うん、なんか足を引っっ張り合うう姿になななてこけければいいなと思うんですけどね、うんまあ、私としては、ね、今回すごく学ぶことが多かったり気づかされることが多かったりそれからちょっと安心したところがあるんですよ。 まあ、メンタリスト DAIGO さんといえども発言によってここまで深く反省謝罪をすることがあるんだなと思ったら DAIGO、まあ、さんっていうのは基本的に私なんてもう到底お嫁もつかないぐらいいろんなところでねあのレベルの高い方だと私は今でも思ってますでもそういう方でもあ失敗しちゃうんだみたいに思ったらああ自分なんてのは取るに足りない人間なんでさらに多くの失敗を多くの方に許されてるんだなと思ったらね 大さんんほほどの人ででもここううういうこととととなっっっっちちゃうんだと思ったらちょっとほっと一安心ですあ私が失敗するのはまあ当たり前じゃないかと私が批判されるのも当たり前じゃないかと、うん、で私の場合特に意図的に誰かを傷つけようとかねいい気になって何かを発信しようと思ってはいないんですけどもそれでもねお前もう顔出てくんなとかねコメント書かれたりとかね、えー、やっぱりこうもっと激しい言葉で罵られたりすると、うん、まあ私がそのぐらい 攻撃されるのも、まあ当たり前だななとというところで、なんか励みになったというかね勇気がですよねで、えー、私はねそういう風に DAIGO さんほどの人でもこういうこともあるんだと思ったらねちょっと安心するところもあったんですけどもでもねちょっと同時にねものすごく嫌な気持ちになったのはあの冒頭でも言いましたけども今 DAIGO さんって無防備なくらい無防備で謝罪をしてるわけなんですよ。なののにねあの 形だけの謝罪だとかねそんなもんじゃ許されないとかってここでここぞとばかりに傘にかかってね、うん、まさに人格否定とか人間否定とかうんまあ、なんかメンタリスト攻撃とかねしまいには日本人差別をしてくるようなコメントもあったりとか何かちょっと解釈広げすぎだろうみたいなねことがあるんですよ、うん、何高い税金払ってるからっていい気になるなみたいなのもありましたよねいや 安い税金でいい気になるなと言われるそのこともあるんですよ売り言葉に買い言葉でいや私は大した社会的貢献してないんで、まあ、大げさなことは言いたくないですけどもでもそれとは別に思ったことを素直に表現するね表現の自由もあるわけですよでもあまり表現の自由を使いすぎるとその自分の権利のね乱用とかっていうのもありますんでまあほどほどにねとは思うんですよね、うん、確かに 犯罪を犯したわけでもない、ありませんけども、実際に誰かをね、あのー、傷つけたわけでもないんですよ。これ精神的なもんですから、例えば、大悟さんの動画なんて全く見たことないよって方が、今日の時点でもいらっしゃいますし、どちらかというとそっちの方が多いんですよね。大悟さんも影響力があるように見えて、じゃあ NHK より影響力あるんですか菅総理の発信よりも影響力あるんですかとか考えると、大したことないんですよ、実は。だからある一部のの人がわざわざざさんの 記事を見に行って、大悟さんの動画をわざわざ自分で見に行って、そして不愉快になると分かってるのに再生して、うわ、けしからんやつだなって勝手に思ってるんですよね。たまたま自分の目に耳に飛び込んだきたわけではなくて、不快な思いを探しに行って、そして大悟さんの自分を不快にする言動を確認して、そして実際に不快になって、そればかりか大悟さんを攻撃するようなね。ひいて言えば、メンタリストさんを全員をね、 でもどうしてもエンタリストなんてこんなもんだよとか、高額納税者みんなこんなやつだよとかね、上級国民だとかね、解釈広げすぎて、関係ない人まで今ね、攻撃しているというね、そんな図が見えますけども、うーん、まあ、今回はね、DAIGO さんの発信に対しては、これは改めた方がいいんじゃないのっていう風なね、罪を憎んで人を緩まずじゃないですよ。本当に。DAIGO さんの頭からつま先まで全部を、 攻撃すすすするのはちょっととやりすぎだなな思いますよねねどうなんですか、ねうん、私はねこんなことに怒りを向けてる暇はないかなと思いますしただ実際に怒ってもいいのは当事者の方とかね当事者の周りの方とかっていうのはあると思いますけども、うん、普段ホームレスの方の存在とか生活保護の存在を意識してない方がここぞとばかりに急に怒り出すっていうのは、うん、何なんだろうなと思っちゃいますよね。 私はだからね今回動画まとめますけども、あのー、気づいたことが2つあるというふうに改めてまとめさせていただきます一つは DAIGO さんほどの人でもこういうことってあるんだなと思ってちょっとほっと一安心ですよね <laughs> やっぱスーパーマンでも何でもなくってあ同じ人間だと、うん、よかったよかったでも謝罪が素直にできるっていうところは私はすごくいいなと思いましたね形だけの謝罪だとか言ってねこういう時に傘にかかって 無ななな人いちかけようなんて気持ちを私は私ささららですでも気づきの二つ目なんですけどもそういうことをする人がいるってことなんですよねお大悟が謝罪したぞ勝ったみたいな感じで今だ叩いてやれみたいなねうそういうふうなね収めない炎上っていうんですかこっから先は意図的に炎上を起こしたい人が払いせのためにやってるっていうところもまあ見えちゃうんですよねいや本当にねなんか一緒にホームレスの問題とか それから生活保護の問題を解決しようと思うんだったら、大悟さん一人を叩いても何にもいいことないです。そうではなくて、じゃあ生活保護っていう制度はなんでここまで不具合があるのかっていうところに目を向けていったりね、いや、ホームレスの人っていうのは、じゃあ、どういうふうなあ権利を私たちは見ていくべきなのか。オリンピックがあった時にホームレスの人をね、代々木公園とかでね、日比谷公園ですか、追い出したのが、そしてそれでね、オリンピックがあるよってことで、そういったホームレスの人を叩き出して、 うん、もうあちこちに追いやってですね無理やり施設に入れたりとかしてオリンピックでわあ頑張れ夢と希望を与えてくれたっていうのがじゃあホームレスの人の人権を守ったってことになるのか私はね薄ら寒いものを感じるのはオリンピックのおかげで住まいを追われたホームレスの人がたくさんいたってことですよだからオリンピックはそういう意味でもクソだと思いますねオリンピックオリンピックさえなければと思いますそのぐらいの私は憤りを持って、うん、人権ホームレスの人の人権っていうのをね考えちゃいましたけどね いや実,実際ひどいと思いませんかオリンピックが夢と希望を与える面もあるでしょう確かにしかし怒りや憤りも同時に生んでるってことですよオリンピックさえなければと思う人が実際にいるってことなんですよねじゃあそういうことを想像せずに表面化してきた DAIGO さんの問題だけに怒りをぶつけるってのは甚ははだまあ不都合だなと思いますよねなんかアンバランスだなと思いますよねまあちょっとね さらに思うんですけどもね、オリンピックがあるがゆえにその施設を作るためにそこを叩き出されたそこでお住まいになっていた、うん、ホームレスの方、この方についてはどう思うんだって思っちゃいますよね。いやそれほどまでホームレスそれから生活保護の人の人権人権っていうんだったらじゃあオリンピックの裏で 叩きのめされた人権をどどう考えてるんだと思っちゃうんですけどね本当に怒りをぶつけなきゃいけないのはそういうふうな権力を持った人がその権力を行使してこういった悲劇を生むってことじゃないですかね。メンタリストの DAIGO さんはチャンネル登録すら240万人、ね、いますけどもたった240万人とも言えますからね、うん。全体の人口から比べるとほんのわずかなんですよ。うん、だから被害を受けた方とかが嫌な思いをされた方が少ないからいいってことじゃないですよ。 でも実際に実力行使をして悲惨な目に追いやったのはオリンピックだというふうに私は思っちゃうんですけどね。しかもオリンピックの肥大した赤字はじゃあどうするんですかというところもあったり、オリンピックの使用後の施設はどうするんですかと。オリンピックを強行した挙句に感染蔓延したこの責任はどう取るんだとかね。どうなんですかね。 叩くべきは一民間人ののさんんではなななくてもっと別のとと別ころに会うんじゃいいかなと思いますそう考えるとねちょっと全然こうぶっ飛んだ話ですけども菅政権への怒りをそらすために大悟さんが今回みたいなネタをね注入したっていうふうなのはちょっと私の単なる想像ですねこれはね考えすぎですねはいじゃあまあこのたびにし,まし,ょうしておきましょうかうんいや気づきが多いですねでもねほんと毎日 じゃあいってらっしゃい。